はい。酒好きな新潟人の飲酒動画。今回もですね、買ってきちゃいましたね。はい。カリラの12年、買ってきちゃいました。まあ、ね、ちょっとですね、まあ、なんだっけ、ラガブーリンがね、売ってないということでね。まあ、本来は12月25日のクリスマスに、ラガブリン買う予定だったんですけど、やはりやめました。なぜかっていうと、ラガブリンはね、多分まだ俺には早いね。うん。とりあえず段階を踏んでね、行こうかなと思います。うん。いきなりね、うまいやつっていうか高いやつをね、買っちゃうと、まああれなんで。まあ段階を踏んで。ということで、カリラ。こちら、アイラ島のウイスキーですね。はい。好きな人もなんかコメントがあったんですけど、カリラうまいよってコメント確かあった気がするんですけど。こちらが値段が4700円でした。はい。いやー、また買っちゃったよ。まあでも4700円。ラガブーリンが6500円ぐらいか。まあ、なんで。ちょっと段階踏んでね、値段の段階踏んでいこうと。いうことで。アルコール度数43度。原材料がモルト。原産地がスコットランド。容量が 700ml。シングルモルト。ウイスキー。アイラ島。ということで。いろいろ見た、サイトによると、どうやら、ボーモアよりも、12年、ボーモア12年よりも、癖があると、あれ、あかね。まあ、癖があるということなんですけど、まあ、ラフロイグ、余暇はないと。あと、なんだっけ。ラガブーリンよりもない。まあ、ラガブーリンとボーモアの中間とかなんとかって書いてありますね。お、なんか、すごい。線がなんか木だ。うん。ということで、飲んでいきましょう。わーい。わーい。飲みましょう。よし。チェイサーを。ああ。よし。いただきますか。乾杯。おお、これよ。この、うん。この香りよ。うん。ラフロイグっぽい。香り。ああ。ああ、確かにボーモアよか。うん。セイロガン臭がありますね。ボーモアよか強い気はするけど、すごい、43度でしょ？なんだっけ？さっき飲んだ、前飲んだ、なんだっけ？タリスカ。タリスカとかに比べると、タリスカ45度だもんね。43度でこのスムースさというか、すげえ飲みやすい。ん？すっげえ飲みやすい。アルコールのピリピリっていう感じがほとんどないですね。すげえ。これすげえな。すっげえ飲みやすい。ボーマー以上に飲みやすい。これ43度。うん。セイロガン。セイロガンよ、これよ。
で、スモーキーさが、セイロガンとは別のスモーキーさっていうのがあんまりないですね。いや、てかない、ほとんどない。とりあえずあるのが、あの、セイロガンの香りと味がブワーっとくるんですけど、あの、スモーキーではないんです。全然スモーキーじゃない。すげえ飲みやすい。スモーキーさがなくて、口当たりがめっちゃスムースで、で、まあ、タリスカーに比べると、あの、ちょっとドライ。タリスカーは結構甘かったんだけど、これは甘くないですね、あんまり。まあ、甘いは甘いっていうか。うん。でも、タリスカーに比べると全然、あの、甘さが、ほとんど、弱い。あ、でも、スモーキー、だね、スモーキーじゃねえ、あの、セイロガン。カーリーラと。カーリーラ。カーリーラ12年と。うん。すげえな、これ。めっちゃ飲みやすい。喉になんか来ないもん。あの、度数が。アルコール度数のあの、カーッと来るのがほとんど来ない。あ、でもなんか、ブログとか見ると、スモーキーな塩とかって書いてあるの。スモーキーさ、うん。難しいね、なんかね。なんか、セイロガンって結局スモーキーっていう意味なのかもわかんないけど、うん、難しいな。でも、うん。全然スパイシーさは、まあ、あるはあるけど、やっぱり、タリスカー飲んだ後だと、全然ないね。いかにタリスカーが、あの、スパイシーかわかる、感じ、だと思いますけど。うまいな。ボーマーに比べると、あ、そう、アードベックもね、ちょっと買いたかったんですけど、どっちにしようかなと思ったんですけど、アードベックって、ラフロイグっぽい、かなり強いって聞いたんで、まあ、見たんで、だから、なぁと思って、やめたんですけど。あれ？ラガブーリン5300、え？アマゾンで5350円で売ってる。あ、でも送料があるのか。5350円安いな。ラガブーリン16年、俺の行く店だと6500円くらいするもん。あ、でも送料考えても安いな、ここ。5350円プラス送料800円で、6000ちょいで買えるわ。6100円くらいで買えるわ。で、アードベックも買おうかなと思ったんですけどね、ラフロイグのぐらい、スモーキーじゃねえ、セイロガンがすごいって聞いたんで、ちょっとやめたんです。うん。でも、ボーマーに比べるとこれはカリラ。あの、ボーマーの良さがね、塩っぽい味、香りっていうのが、俺が個人的に、いいと思ってるんですけど、
その塩っぽい香り、味、塩っていう感じ、あの、しょっぱいっていう塩の味が、あの、ボーマは確かあったんですよ。で、それで、あ、すげえと思って、なんかすげえ、ほんと海の味っていうか、そんな感じがしたんですよ。でもこれは、あの、そういうのはないですね。うん、そういうのはない。塩っぽいって、え？いや、別に塩っぽくないなって。うん。で、と思うんです。で、で、カリラが好きな人、は、には申し訳ないんですけど、俺は個人的にやっぱりボーマーをしたいね。あの、しょっぱさ。うん。じゃあお前塩入れて飲めやっていう話なんですけど、確かに。でもこれは、うん。で、今ちょっと見たんですけど、カリラのこの文字に、この右の、ILA、これがアイラって意味らしいです。てか、アイラっていう、アイラ島のアイラを英語で表記すると ILA らしいです。で、こうわざわざこのカリラのね、ここを分けてるっていう、ここ、間があるんで、そこもちょっと特徴的ですね。あ、アイラってこういう字なのか。ILA か。なるほど。ちょっとそれもあれですね。制作者っていうか、醸造所、蒸留所のあれでしょうか。粋なあれでしょうか。カリラ。いや、でもうまいな。やっぱうまいな。カリラうめえな。でもカリラ4700円だからね、これね。それ考えるとやっぱり3300円のボーマーにはちょっと勝てない。うん。なんであれボーマーってあんなにしょっぱいんだろうな。ボーマーな。ボーマーやっぱなんか塩入ってんのかな？塩っていうか、塩でも入ってんのかな？わかんない。確か、ボーマーの蒸留所って、そう、海抜0メートル以下の貯蔵庫で塩の香りを呼吸しながら熟成される、ボーマーって書いてあるから、多分、塩の、その、海からすげえ近いんじゃないか。一番、その、アイラ島で一番近いとかそういうことなのか。だから、こう、香りがすげえ、塩の香りがするっていう、そういうことなんですかね。でも、どいつもこいつもね、これ、ハイボール進めよるんですよ、こいつら。アホかと。ラフロイグとかにも関してもね、もう何でもかんでもね、ハイボールをね、なんか、進めるんですけど、何とのと。こんなお前、ハイボールでお前飲んだら、お前。バカ言えと言いたいですね。うん。高いウイスキーやっぱりストレートでしょ。まあもしくはあれ、トゥワイスアップで飲むとうまい。ボーマー蒸留所。まあ今、あれなんですけど。ボーマー蒸留所は多くのシングルモルトウイスキーの蒸留所のあるアイラ島の中でも最古である。だって。あれ、ボーマー蒸留所はいいんだけどさ、カリラの蒸留所はない。
ウィキペディア。カリラ蒸留所。スコッチウイスキー蒸留所一覧。アイラ。あれ？あれ？違うな。今言ったけど、アイラってこの文字じゃないみたいですね。あれ？ウィキペディアだと、イズレイって書いてある。ISLAY。アイライコール ISLAY です。あ、ずーっとこのさ、ここに書いてあるさ、イズレイってどういう意味なんだろうなと思って。どこにでも書いてあるんですよ。結構。だってこっちカリラにも、タリスカにも書いてあったよな。あ、違う。これ、イズレだ。ISLE って書いてある。ISLE が何だかわかんないけど。ISLAY だもんな。あ、これがアイラって読むんですね。ISLAY が、アイラって読むらしい。そうなのか。アイラ。アイラ蒸留所はアードベックとボーモアと、ブルイックラディとブナハーブンとカリラとキルホーマンとラガブーリンとラフロイブと書いてあります。アイラには 1,2,3,4,5,6,7 8個蒸留所があるらしい。で、アイラの中でやっぱボーマーが多分一番近いんじゃねえかな。わかんねえけど多分。一番海に近いとかそういうことなのかな。カリラ蒸留所が1846年創業。ゲール語でアイラ海峡の意味。ディアジオ社が運営。年間生産量は300万リットル超え。アイラ島最大って書いてあるね。で、ボーモアがアイラ島の中心部にある、ゲール語で大きな岩礁の意味。創業年が1779年とアイラ島最古。港の近くにある蒸留所内には潮の香りが漂い、ラーガン川から引いた仕込み水からは濃いピート臭がする。麦芽の3割を自家製麦により確保している。1994年にサントリーがモリソン・ボーモア社から買収。蒸留機の冷却水を利用した温水プールが設置されており、島民に解放されている。なるほど。カリラか。カリラはめちゃくちゃ生産量が多いと。うん、でも、ウィキペディアによるとそれぐらいしか書いてないもん。ボーマーはほら、なんか潮の香りが漂いとかって書いてあるからあれだけど。やっぱりなんか、あるんでしょうね。うん。だから、ボーマーに比べると全然塩の香りがないなっていうのはある。うん。で、アイラ島で一番新しいのが、キルホーマン。2005年の12月に初蒸留を行った新しい蒸留所だって。はぁ。スコットランド最西端の蒸留所。海辺ではなく内陸部に、立地する。2005年に作られた蒸留所なの？すげえな。めちゃくちゃ新しいじゃん。
でも、キルホーマンは聞いたことあるな。で、ラフロイグが1815年創業、ゲール語で、広い湾の美しい窪地の意味。自家製麦を行っており、その際に苔を多く含むピートを使用するのが特徴。仕込み水の質を保つため、蒸留所周辺の土地を買い占めて、羊や牛を放牧するなど環境面へ配慮を行っている。蒸留所の建物の美しさはスコットランド全土でも屈指とされる。1950年代から1970年代にかけ、スコッチウイスキー史上初めて女性が所長を務めたことでも知られる。ラフロイグ。スコットランド屈指の美しさで知られるラフロイグ蒸留所の建物。別に他と大して変わんねえんだけど。見た感じ。全体的にあれですね。白っぽいね。白っぽいってか白ですね。建物の色が白な。イズレイ。イズレイイコール、アイラ。ほんと英語難しいっすよね。あの、アイランドって、いわゆる島っていう意味のアイランド。もう、イズランドですもんね。あの、英語で書くと、イズ、I-S-L-A-N-D だもんね。なんでイズランドって、イズその、アイランドの、I の部分が、S が多分発音しないんだろう。だから俺は、イズランドで覚えてる。あの、アイランドの綴りは。そういうことです。でも、カリラの、あれ、ウィキペディア、それぐらいしかないの。ウィキペディア。ないね。ウィキペディアに載ってないみたい。個性派揃いのイキモルトウイスキーカタログっていうウィキ。からだと、個性派揃いのアイラモルトの中でもちょっとモルトを飲み慣れたマニアに近い人たちに人気が高いのはこの彼らではないだろうか。刺激が強い若い彼らには強烈なインパクトがあるが、20年ぐらいの熟成を経てピートが抑えられたものにはまた違った魅力があるので、あまり見かけない長期熟成の彼らが手に入りやすくなってほしいと思う。いや、うまいけど、別に、まあでも、でもやっぱボーモアだな。なんだかんだね、ボーモアが神格化されてるね。いかにボーモアのあの塩っぽさがうまいっていうか気に入ってるんですよ、俺は。ああ。確かに、ボーモアよかは、あの、ピート、セイロガンの味はするんだけど、まあ、やっぱね、まあ値段も値段だしな。4700円もするしね。5000円近くするわけだからね。それで考えるとやっぱり、ボーマー3300円に変えてあの味で、いやーってなるな。そこなんだよな。やっぱ塩っぽくもないんだよな。まあ結局、
まあ、ボーモアはやっぱボーモア。ボーモアにはボーモアの良さがあり。まあ、彼らが好きな人っていうのも、まあ、わかる。わかるんだけど、まあ、まあな。それは人の好みだからね。で、なんか、今見てる、なんか結構、独特の塩っぽさがたまりませんっていう人がいるみたいですね。カリア12年。塩っぽいウイスキー。あれ？カリアって塩っぽいの？これ。これ塩っぽい？これ塩っぽいか？あ、やばい。俺の味覚がおかしいのかもしんない。いや。塩っぽいか？これ。なんか塩っぽいっていう人が結構いるんだけど。やばいな。カリラ12年。カリラは塩の味と表現されます。といっても塩水のような味を想像するのとはまあちょっと違います。ウイスキーの独特の香ばしさ、癖が強くなく、病院臭もほどほどなので、塩っぽさが目立つかもしれません。癖が強くないので、いろんな食べ物に合います。でも、没個性ということではなく、他に同じような味のウイスキーが思い当たらないカリアの味です。で、塩っぽいんだって。あれ、おかしいな。俺の舌がおかしいのかもな。自信なくなってくるな、これ。もうなんか、もうわかんねえわ。これ飲み比べないともう、わかんねえ。てかもう、ボーマーがね、しばらく飲んでないんだよ、ボーマー。ボーマーハーフボトル買って、あれ以来もう飲んでないんだよ。もう飲んじゃったからな。ずいぶん前に飲んじゃったから、もう、ボーマーも、もうわかんねえよ。本当はボーマーも買おう予定だったんですよ。てか、ラフロイグも買おうかなと思ってたんですよ。でも、ちょっと金ねえからいいかと思って、カリアだけにしたんですけど、わかんねえ、もう。もうわかんねえ。まあ一つ確実なのは、すげえ飲みやすいってことです。じゃあタリスカン飲みまーす。まあ、これはアイラ島じゃねえから、あれだけど。タリスカーとちょっと飲み比べしよう。やっぱ結構違うね。やっぱり、セイロガン臭があんまりしないもん。セイロガン臭が全然しない上に、すごいアルコール臭が、ブワーっと来て、喉がこう、カーッと熱くなる。感じ。はしますね。やっぱ香りがね、別の意味で豊かではあるね。カリラは、セイロガン臭。
で、タリスカは、スコッチの、スモーキーな味。うん。と、ドカッとくる。喉の痛みとカーっていうか、カーって感じ。FC2 のブログのどっかのブログです。カリラ12でもスモーキーフレーバーが特色のアイラウイスキーの一つです。アイラウイスキーはボーモアとラフロイグしか経験がなかったのでありがたくいただきました。早速一口飲んだのならば、確かに味はアイラウイスキーなのですが、飲み口が違うこと、結構違うことが意外な発見です。カリラの飲み口は少し軽めで華やかな感じがした。気がします。ずしっとしたアイラ独特の香りが来るというより、ふわっと香るアイラ、そんな感じです。スモーキーさを残しつつライトな味わい。やっぱスモーキーみたいですね。アイラの中では、アイラの中で一番飲みやすい方ではないでしょうか。いや、これは本当に思う。多分一番飲みやすい。ラガブーリン16年に通じる味わいがありますね。ただラガブーリンよりは飲みやすいと思いますので、これはついつい飲みすぎてしまう危険性をはらんだ危険物です。アイラに興味ある人は勧めたい一杯です。と書いてあって、特に塩が香りとかなんとかかんとかって言ってることもない。はない。ですね。わかんねえよな。やっぱ人によるんかな。あ、タリスカきついな。きっついこれ。だって、45.8 度だよ。これ約46度だからね。3度も違うの、度数が。度数3度も違うんだもん。それはお前、結構違うわ。でも、カリラ43度でこのスムースさっていうか、口当たりといい、飲みやすさといい、喉の痛みがないといい、すごい、めちゃくちゃ飲みやすい。あ、タリスカやべえ。タリスカやっぱり、カーッと来るわ。カーッと来て、香りがすげえ。コク。コク。コク？コクは別にあれなのか。すごい、カリラは軽いですね。やっぱり。いや、軽いのか、軽い。難しいな。甘み、うん。軽いっていうか、なんか、香り5つ星、まあ4つ星。重さがない。軽いっていうか、うん。口に入れた時の軽さが、あ、軽いってなる。まあ、俺しかわからん。334が、じゃあ、3354です。ご視聴ありがとうございました。